祈る。いた。いました。リーチ一発の赤ドラ、裏ドラ1枚で6戦オールいけるか。キュア祈る。いない。ちょっと欲が出すぎました、解説席で、はい、失礼しました。いやでもこれ大きな4戦オールですね。6戦オールですか。リーチ一発の赤ドラ4戦オールですね。4戦オールですね、失礼しました、はい。いやこれでも大井もまくって岡田最低限の仕事どころか、はい、そうですね。これは大きな上がり、この表情。これは桜ナイツがまた踏みとどまる一撃になりましたね。そうですね、はい、いやここまで桜ナイツ沢崎内川で4着を4つ並べてしまいました。この危機的状況にファイナルシリーズ初登場の岡田がオーラスで燃えている。また来た、来た来た。いや燃える女岡田紗弥香、こんなもああちょっと聞き迫る表情、少し落ち着きを、はい、あそうですね、うん、これ非常にいいですね、はい、上がってほっとしてまた戦い続くって感じで、はい、しかもこう流行る気持ちを一回落ち着かせるように今、はい、深呼吸して、大井さんは満貫積も条件だけどおそらく3着でよしとして上がりくるでしょうね、はい。さあそして困ったのは近藤、大井との差が7100点差、はい、レギュラーシーズン22戦で1回のラス、セミファイナル4戦ファイナル1戦もラスが一度もない、このセガの沈まぬ太陽、近藤誠一が今ラスとなるかもしれない。日吉さん、はい、岡田さんドラさんになりましたよ。岡田さんドラさん、赤ドラトン統一、もうこれドラ1個切ってもいいですよね。これちなみにトンポンテンどうですか、ゴッパーの地層。いやポン出た、ポンしますよ。ドラ打ちますか。はい、ドラ打ってみんな何事って思うわけですよ。これピンズの本一に見えます ね僕凡人で、はい、そうですね。そうするとスッチソース、あ、大井がいぶかしげに見てる、はい、ポイント欲しいはずでしょと。まあ、ピンズの本一いった可能性も高いですけどね、はい、そうじゃなかった場合はほぼポンテン。いやこの瞬間スッチソーとかみんな危ないですよね、はい、いやこれ 5% の加点は大井からかなり離れますよ。マンツモから抜け出しますね。三山、三山、はい、いやいけるか岡田、いや頑張ってますね。頑張ってますよ。めちゃくちゃ頑張ってる。これは本当にね、今おそらく沢崎内川ともに、はい、もう自分たちはなんてことしてしまったんだと、岡田のこの頑張りに応えたいですよ、これ以降は。いや、まあ、当然燃えてると思いますよ。はい、燃えてますね。燃えないわけがない、はい、この最年少 M リーガー最年少の岡田がついに固めは開きました。おそらくポンテンには見えてる。あ、でも本一だったらポンテンとは限らないか。だいぶ大三元が遠い昔のことになってきましたね。本当ですね、はい、何の一曲、親の大三元1万6000オールが出ています。朝倉、岡田が粘りに粘っている。いやこのひょっとしたらトップは難しいかもしれないですけど、はい、本当にこれ桜ナイツにとって一つきっかけになるかもしれませんね、うん、このゲーム展開考えたら、はい、やっぱり2着は非常に大きいですよ、はい、一度は箱下のラスまで行ってましたからね。そうですね、ただまだ終わってないんでね、本当トップも、はい、ありますよ、いや本当に最大の踏ん張りを見せています岡田。だって岡田さんですよ、なんか1万6千返しとかやりそうじゃないですか、はい、あそうだ。岡田は何しろ役満第1号取られてすごく悔しがってましたからね。そうなんですか、今期の、はい、はい、黒沢さんみたいですね。いや本当ですね、はい、これは楽しみがまだ続く。まずはこの5800の天杯しっかり上がりきりたいが、各社はかなり対応している。そうですね、やっぱりドラ切りに反応してますよね。その後の3ピンウーマン、はいね、パーピンとほぼもう天杯ですよね、はい、脂っこいところがもう全部つもぎられています、はい、だからこの辺がやっぱりね切り替え早いですよね、はい、まあ、近藤さんなんか立場上ねえいやっていきたいですけど、はい、無理なものは無理って感じですよね。ですね、本当にこう、はい、うん、冷静というか見失いませんよね、はい、対して多いイーシャンテンまで来た。
と。そうですね、大石さんはまあギリギリまで行くでしょうけどね、まあ、まずはセガより絶対上で、はい、もう3着 OK と見てると思います、はい、特に桜ナイツが2着なんでね、うん、うん、ですね。となると例えばこれ大井ピンフのテンパイとか入ったらどうしますか。1326は届かないですね。届かずですね、はい、届かないんでやみてになりそうですけど、うん、E ピンが今通った、うん、ここは飛車3ピンも岡田には通っています。ただ2ピン入った時もリャンソかリーチもあるかもしれないですね。もうね、うん、岡田さんが降りないと見ればね直撃もあるんで、はい、いやスチーソーが全あー来た。でもこれ役なしの方だ。あーでもリーチあるかもしれないですよこれ。3ピン9ピン、はい、9ピンも2ピンもよく見えますね。3ピン切って闇天にしそう。積もら条件。あでも E ピン切って闇天か。いやファイナル用にちょっと変えてると思うんで、はい、大石さんがどこを目標とあリーチいった本当だ、ね、ちょっと変えてますよここ、うん、打ってももう1局あるし。なるほど、チャレンジですよね。出上がり 5-2OK、OK、ですもんね。 OK です、岡田さんから。はい、リーチ、ドラ、裏といったあたりを狙いにしてるっていうことですか。これ瀬戸君さん、岡田の立場としたらどうなんですか。この大井のリーチに対して岡田さんはもう全部行きますけど、行きますか、はい、ただ最後のツモ番とかで危ない牌引いたらやめる可能性ありますね。伏せちゃうっていう。今はまだ自分の上がりも十分に計算できるところだって。前回もオーラス決めましたもんね、大井さんね。いや本当ですよ、あの倍満。あー、スーソー掴んだ岡田だ。5800の一本場は6100。これでさらにあのフェニックスとアベマズの接戦模様がすごい、はい、すごい。これで岡田はどうやら2着はかなりかと。同点いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。